いいネタを入れていい仕事をするのが職人で、あと儲かろうが儲からないがあんまりそれは気にしない。 で、自分たちでも、例えばお寿司を作ってやってる。だけどまだあるんだろう、まだあるんだろうって上を見るわけでしょ。ということはまだ上に何かがあるっていうこと。そこまで頂上まで行けば完璧かもわかんないけど、じゃあこの頂上はどこかって言うとわかんないわけですよ。 仕事してて、この年になって完璧だとは思っていないからね。気分いいですよ、一日中ほんわかほんわかで握ってられるし、職人根性でしょうね、これは。 それをやめる。その自分が一生懸命でやってる時もやめる。水商売が嫌だななんて思ったこと一回もないです。ただこれをもう惚れて惚れて一生懸命でこれをやって少しでも上少しでも上っていうふうに考えて現在まで来ています。だから今85になってもさあ今やめようかという気はあまりありません。そういうことです。